リンリン、ハロー、パラレール、リンリン、パラレールのリンドです。いやー、久しぶりにおもちゃの開封ですよ。ということで、コンプリートセレクション、モディフィケーション、ディケイドライバー&ケイタッチということでね、ディケイドライバーバージョン2。いやー、来ましたね。実はですね、バージョン1なんですけれども、私、ちょっとバージョン1買ってたんですけど、実は私はすごく気に入っていなくてですね、出来はいいんですよ。見た目のもののね。なんですけど、音声がね、音劇棒劣化のね、やつが、劇中だと、音劇棒劣化っていう感じの言い方が、音劇棒劣化みたいになってたんだよね、あれ。で、他のカードもね、ちょっとね、言い方が気になるのがあって、いやー、どうなんだろうな、とか思ってたら来ましたよ、バージョン2。しかも今回はKタッチもついてカードも増えてっていうことでね。で、バージョン1を手放したんですが、バージョン1についてたカードはほぼほぼ再録されてるので、私的にはもうこっちで十分かなというところです。で、今回はね、詳しいレビューじゃなくてちょっと開封だけしていこうかなと思います。じゃあ早速開けていこうかね。いや、久しぶりですよ、おもちゃこうやって開けるの。最近リバイス、セイバー、ゼロワンあたりはね、ほとんど物買ってなくて、ジオーまではね、おもちゃ買ってたんですけど、ただあれね、なんかね、その、原稿ライダーだからって買っても、やっぱり手放しちゃうことが私は多くて、なんでかっていうと、飾れる場所がなかったりとか、その、ちょっと、そんなに、やっぱり買ってみたものの好きじゃなかったわ、みたいなこともね、あって。よいしょ。でもね、ディケイドはね、大好き。ほんとね、ディケイドはかっこいいのよ。もうね、井上くんがすごいかっこよくて、ちょっと上からのアングルにしようかな。ああ、机の上が汚いのがバレる。遊戯王でまみ出ている今。こうかな?こうしましょうかね。これでどうだ?ういし。いやー、この薄い紙を剥がすのも久しぶり。うん、いや、かっこいいね。いや、もうね、すでにね、レビューされてる人っていっぱいいるんで、詳しいレビューをね、気になる方は、多分そっち見た方がいい気もするんですけど、あと有名 YouTuber さんとかね、なんだけど、もうちょっと私の興奮だけでもね、こう、記録で残ればなっていうところです。いや、かっこよ。いや、めっちゃいいね。ちょっとだけこう、今ね、私の家間接照明で LED にしてるからね。暗いから少しだけ、いや、明るすぎるか。これぐらいにしよっかな。よし。裏は、ディケイドコンプリートフォーム。まあ、よく言われてる墓標フォームとかね。こんな感じですけど。あ、テープないの。あ、テープないの。あ、テープで切る気満々だけど、テープないの。綺麗に箱を開けて、多分表はこうだよな。で、最近ね、ペット動画ばっかりあげてるからね、なんか久しぶりにこうやって、もうおもちゃのレビューでどうやってたっけって感じ。で、説明書がでかい、ディケイドのカードみたいなのがあった。よいしょ。ちょっと説明書から先見てく?仮面ライダーディケイツって書いてるね。コンプリートセレクションモディフィケーションって。で、取扱説、あ、ちょっと取扱説明書、折れてるじゃない。まあ、説明書だからいいけどね。はいはいはい、セット内容。あー、ケータッチセットの場合と、ケータッチセットじゃない場合の、両方で使えるよってなってるのね。単4電池ね。単4あったかな?大丈夫かな?セリフ数多い。遊び方めっちゃあるじゃん。まあ、サクッとね、やっていって、ちょっとシークレット音声が気になっててね。うわーお。わーお。最高だね。最高だよ、もう。最初はね、こういうパーツから開けていくんだけど、ベルトバックルのね、後ろの留め具のところね。わーお、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 わーお。もう興奮だよ。もうジョージ狩崎みたいになるぞ。エクセレントってなるぞ。
あ、これあれね、あの横につけるやつね。はいはいはい。あ、こういう感じになってんのか。なんかね、塗装がかっこいいよ。ガンメタなところにちゃんとこの刻印があって、いいね。私があの こういう袋をね、割と律儀に取っとくタイプなので。で、これがベルトね。ベルトは前とあんまり変わってないような気がする。ちょっとね、もう比較対象がないからあれなんだけど、正直ね、あのディケイドライバーのバージョン1を手放したことに関しては何も後悔がないね。なんかね、遊んでても気になったんだよね、カードの音声がすごい。今回さ、セリフも入っちゃってるじゃん。もう即買いだよ、こんなのって感じ。わーわーわー。まあ、ベルトは真新しさはないかな。よいしょ。うん、まあそうだよね。こんな真新しさはないよね。こうして、まあ、ベルトは横に置いとこうかしら。まあ、本題はこっちだ。どっち開けよっかな。まず、ケータッチはね、新しいものだから。ケータッチはね。あ、だから、あれだね。ディケイドライバーと、ディケイドライバーのあの、ネオディケイドライバーとね、比べてもいいかも。あ、前より造形なんかちょっと変わってる気がする。うん、なんか前と造形ちょっと違う気がする。あ、ここ違う。うん、ここちょっと違う。ちょっとぷっくり丸くなってるね。あ、着脱は硬い。こうじゃないと着脱できない。あ、着脱はちょっと硬めかな。電源こっちに移動したんだね。でもね、開閉は良くなってる気がする。ちょっと前のと比較ができないからあれなんだけど。で、ケータッチね。あー、っていうかちょっと今持ってくるか。ちょっと持ってくるね、少々お待ちを。よいしょ、お待たせ。はい、これね、ネオディケイドライバーとあのケータッチ21ね、ちょっと持ってきました。ちょっとネオディケイドライバーとちょっと比較してみようか。ネオディケと比較してみると、あ、やっぱりここぷっくりしてるね。そう、ここ平らだったはずなんだよ、あの元のやつもね、あの CSM の方も。でもぷっくりして、ちょっとこう、わかるかな、こうドーム状というかね、なってるね。こっちはまあもともとあのデラックスベースだからあれだけど、ここのボタンとかもね。でもここのボタン格納されてるね。うん。はいはいはい。こんな感じ。まあでもどっちもいいね。じゃあ次。これですよ、これ。まさかの CSM 化だよ。ああ、なんか造形良くなってる気がする、全体的に。あ、こことかもね、ちょっと違うね。ここね、こっちこんな感じなのよ、わかる？こんな感じだからね、良くなってると思うよ。いいね、いいね、もういいよ、エクセレントって感じ、本当に。ほうほうほう。で、カードがめっちゃあるっていうね。カード。マジで？カードの一番上、マジで劣化大残党だよ。そう、劣化大残党カード化ね、されてて。おうおうおう。なんで劣化大残党を一番最初にした？サプライズ？普通ディケイド一番前じゃないの？わざとだろうな、これな。劣化大残党、そしてまあ最強フォーム系
と多分この辺ってさ、あれでしょ、ネオジケについてたカードと多分プロップというか仕様変わらないでしょ。ああ変わらないね、カードのバーコードのところも一緒だね。これね、あのネオディケイドライバーについてたやつと、あの後半でついてたやつなんで、これ、ね、多分読み込めないと思うんだよね、あの平成日記のやつは多分わざとその辺音抜いてると思うんだよね。あのちゃんとディケイドの旅をした時の音声にしてますみたいな感じだったはずだから。ああ、なるほどね。ちょっとカメラ位置を下げて見ていこうか。ちょっとこんな感じにして見ていこうかしら。よいしょ。おーおーおー、はいはいはい。ああそうだ、1号とかも入ってるんだもんね。おお、シンとかカードで見るといいね。J スカル、ブランクの状態のディケイドのやつだね。これでクーガー、アギト、リュウキュ、ファイス、ブレイド、ヒビキ、カプト、デンオウ、キバー、スカル、ドラゴン、ペガサス、タイタン、ストーム、フレイム、アクセル、ロト、アークス、ガン、ウィンク、ガルル、バッシャー、ドカ、スラッシュ、ブラスト、インビジポ、あ、違う。イリュージョン、インビジボー、ギガント、アドベント、ストライクベント、オートパーツイン、サイドパーシャ、メタル、マッハ、音劇ブレッカー、オーニンビー、クロックアップ、俺三条、僕に釣られてみる、泣けるで、答えは聞いてない、ツーパーリー、ウチャリー、ガガンの腕は、テレピックン、で、オートバージンのブランク、ガガンの腕は、の、ブランク、これのね、で、ファイナルアタックライド、アギト、あ、じゃ、クーガー、アギト、リュウキ、ファイズ、ブレイド、ヒビキ、カブト、デンオウ、デンオウ、デンオウ二つある、ちゃんと。デンライナーのもある。デンオウ、デンオウ、キバー、オールライダーってね。で、サイクロンジョーカー、あー、それのブランク、ファイナルアタックライドのブランクと、アマゾンが入ってて、あと、オールライダーのやつか。と、パスの何も書いてないタイプね。と、パスのカードが2枚って感じか。はぁ、あ、はぁはぁ。このパスもね、どこで読み込んでんだか。あ、ここに切り欠けあるね。この切り欠けで読み込む感じか。こっちは切り欠けなし。ほう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 。じゃあ早速ね。でね、ちょっと外から来たから、あれだね。なんか、寒いところから来ると、なんて言うんだろうね。あの水分を、含んでるというか、うん、水ちょっとなんて言うんだろうね、ちょっと水がついてくる、カードの滑りが悪い。じゃあ早速この辺にも電池入れて遊んでいこうかなと思います。はい、早速電池を入れました。見ていこう。カード入れないでまず、おお、音がいいね。すげえ、めっちゃ進化してる。それできなかったんだよ、これでもそうなんだけど、こう滑らかにはいかない。ってなるのね。だから劇中だとこんな感じでね、できないのよ。一個ずつとこうなの。そう、あの劇中だとね、こうピッみたいなことができたんだけど、劇中通りにできるようになったんだよこれね。すげえ。ちょっとやっちゃう？まずこれだけ。このシートは今剥がさなくていいかな。絶対あの良すぎ。
カードピラ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 ってちゃんとなったところが光るようになってる。え、すげえこれ。すげえ。ちょっとカードを変えようか。あのこっちのカードにして、あの井上正弘さんの誕生日を入れると特殊音声が鳴るっていうのはね、あの見たんでね。なのでそれをやってみます。でね、あとこれはネットで噂になってて実際見てないからわかんないんだけど、あのディケイドの下に書いてる数字を入れるといいって書いてて、そのカードに行くとこれのここね、そう、これで鳴るんじゃないかって言われてて、私もね鳴ると思ってたんでね、鳴るかとか見てみよう。あ、間違った。4 5 3 1 4 5。このベルトを手に入れたみんな、今度は君たちが世界を巡る番だ。仮面ライダー50周年おめでとう。通りすがりの仮面ライダー角谷つかさ。やっぱりなったね。50周年の音声入れるよみたいなこと言ってたから、あの井上さんの YouTube のチャンネルの方でね、やっぱなったね。いいね。これ。0 0 1 0 0 1。あ、お前はこの世界にあってはならん。なるほどね。あ、00なんぼでなるのか。じゃこれ0 2 5。始まった。あ。0 4 5。夏美くん。ディケイドのことを忘れるんだ。0 9 9。あ、0 6 6。そうか、ガイムは買わせたはずのライダーキックをあえて受け止めた。それは一輪の花を守るため。昭和ライダー対平成ライダーの時のセリフじゃねえか。あ、そういう感じで遊べるのね。わー、このねレビュー終わるかなってぐらいの感じだね。もうだって今だけでも動画今撮影してて20分ぐらい撮ってるからね、ほとんどカットしないから、多分あのベルト用意しに行ってる間とかだけちょっとカットされてるかもしれないけど、やべえな。あー、こうなるんだこれ。ちょっとこれはまたね、あの別の機会に、あの機会にというか別の動画でちゃんとご紹介していこうかなと思います。うわ、開封レビュー終わらん。よいしょ、電池入れました。電源どこかなって思ったら電源ここなのね。前ねこの辺についてたんだけど、まあ音鳴るユニットついてるからって感じなのかな。それとも、わかんねえな。とりあえずつけましょう。かっちょいかっちょい。こうか。ちょっと気になるからね、何個か普通にディケイドから入れてみようか。いや、やっぱりちょっと水分をつけててあれだね。
挙動が違うぞ。なんかカードの入れ心地がね、カードの入れ心地がいいぞ。仮面ライド。ワンテンポなくなってる。しかもカードの入れ心地がいい。仮面ライド。ああ、なんて言ったらいいんだろう。シームレスっていうの。スーンみたいな。仮面ライド。お、シームレスだ。ちょっと見ててね。あ、ね、この挙動は、CSM のバージョン1もこんな感じの挙動だった。仮面ライド。わかる？入れた時の仮面ライドまでがすごいこうシームレスなの。仮面ライド。劇中っぽい、すごく。これめっちゃいいね。やば。ちょっと何枚か気になるカードをね。まず、烈火大残党でしょう。烈火大残党みたいな感じだったっけ。あれ、覚えてねえな。おー、めっちゃいい。で、ここに音声ユニットがあって、どっちがどっちだ？これまでの仮面ライダーディケイドはだ。9つの世界を旅して、なんちゃらかんちゃらだ。かっこいい！かっこいい！その瞳に何を映す？みたいな。その瞳で何を見る？ん？何を映す？あー、ちゃんと覚えてないな。なんかそんな感じなんだよね。新しい世界に行った時の、この世界は、みたいな時で流れたり。ああ、いいね。あ、物語がちょっと進んでいって、悪い奴らの方がちょっとこう、暗躍してる時の BGM ね。ダメだ。こんなことしてたら開封レビューが終わらん。これは詳しいレビューで。あ、やっぱこれ入ってんだね。ああ。ライザーウィンのね。ライザーウィン、駆け抜けろね。うわー。なんだっけ、トレジャーなんだろう、ディエンドの方の曲ね。すっげえ。当時っぽい言い方にしてる。今演技上手いからさ、井上さんね。最初はやっぱり演技があんまり慣れてなくて、ちょっと棒読みだったんだよ。あえてそれに寄せてんだね。変身！ちょっとくすぐったいぞ。すげえ。すげえ、当時っぽい。すげえ。やばい、開封レビューが終わらん。もう一枚ぐらいカードね、気になるのがあるから。それをやって最後にしよっかな。ね、すっごい好きなの、これが。はい。これが好きなの。映画の時ですね。かっちょええ。これさ、ちなみにさ、こっちで鳴るんだっけ？なんか挙動がおかしくなっちゃった。あ、よかったよかった。多分ね、接続かなんかが良くなかったんですよね。アタックライドファイズなんだね、こっちだと。なるほどなるほど。いやー、レビューのしごたえがあるね。っていうか遊びごたえがあるね。いやー、ひとまず開封レビュー、開封レビューって言いながらもう30分ぐらい動画撮ってんだけどさ。とりあえずこんなもんにしておきます。詳しいレビューはね、また、
カードのね、エクストラの方が先に発送されてるんだけど、まだ到着してなくて、あっちがね、佐川なんだよね。で、こっちが黒猫で届いて、黒猫さんの方がなんか早かった。まあなんかあったんでしょう。まあ到着するでしょうし、大丈夫です。とりあえず、詳しいレビューはまた上げていこうかなと思います。いやー、いいもの買ったね。とりあえず、以上、開封レビューでした。めちゃめちゃ長かったけど。次はね、普通の本レビューの方でお会いできればと思います。じゃんねー。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。